機会を与えていただきまして、山本様はじめ、関係者の皆様に御礼申し上げます。私自身は、インフォマティクスの、専門ではございませんで、代謝工学とか生物工学という、ウェットの方の、研究者でございます。で、まあ、今回、こちらに示しているような、タイトルでお話しさせていただくんですけれども、インフォマティクスのところは、専門家の、先生と、タイアップしながらやっているという、状況でして、バイオかけるデジタルというふうに書いていますけれども、まあ、私が主に研究として関わっているのは、データを解析するためにどうやってデータを取っていくのかというところと、その取ったデータをどういうふうに応用につなげていくのかというところになります。ただ、後ほどお話しさせていただきますように、データを取るところと解析するところと、そこからその次のステップにつなぐところっていうのは、ある意味三位一体といいますか、つながって初めて完成形だというところもありますので、まあ、その全体を通して取り組んでいるという、私たちの挑戦についてお話しさせていただきたいと思います。まず、私たちその応用というところで、バイオ技術を使って微生物で様々なものづくりに取り組んでいます。で、そういった微生物ものづくりの、研究開発の、最近の、進展について、背景としてお話しさせていただきたいと思います。で、午前中のセッションにもありましたように、生物情報解析の進展、これ目覚ましいものがあります。で、かたや、ゲノム編集に代表されるような、合成生物学的な先進的なバイオ技術の開発が進んでいるという背景で、まあ、世界の、バイオ市場が2030年に約 1.6 兆ドルになるというふうに言われています。これは、OECD の方で、予測しているデータになるわけですが、まあ、私たちこの中で、注目しているのが、工業の占める割合が非常に大きいというところでございます。まあ、つまりものづくりがこれからこの世界のバイオ市場の非常に大きな割合を占めていくというところでございます。で、その背景としては、すでにその合成バイオ製品が事業化されているというところがございまして、で、この中にもさらに2つの観点があって、1つ目は、汎用化学品の高効率生産ということで、まあ、従来の、石油化学で作られていた様々な製品が、バイオマスを使って、で、バイオの、プロセスでできるようになってきたという面があります。で、もう1つの観点は、生産困難な高機能物質の大量生産というふうに書いてます通り、まあ、今まで植物等から抽出するような形で、まあ、機能は高いんですが、なかなか大量にできなかったものが、微生物のタンク培養でできるようになってきたという背景があります。で、こちら、実際の、収益の推移になるんですけれども、アメリカのバイオテクノロジー業界のこういったバイオ分野の、マーケットというのは非常に大きくなっています。で、特にこのブルーのところの、ものづくり、インダストリーのところが、かなり、劇的に増えてきているというのがご覧いただけると思います。で、先日、内閣府の方からバイオ戦略2020っていうのが出ましたけれども、まあ、この戦略の中でも書かれている通り、バイオエコノミーというのが、まあ、非常に大きな、国際的な概念になっています。で、これ一体何かと言いますと、ここに書いてますように、生物資源とバイオ技術を用いて地球規模課題の解決と経済発展の両立を目指すということで、まあ、今現在そのバイオテクノロジーで、産業群を、牽引していこう、牽引して市場を作っていこうというようなことが、各国で戦略的に取り組まれているという背景がございます。まあ、例えばヨーロッパですと石油由来製品を積極的に置き換えていこうとか、アメリカの方でも、雇用を生み出していこうというようなことで、かなり、国を挙げて取り組んでいるというのがこのバイオエコノミー概念になります。で、まあ、こういったそのバイオエコノミーが盛り上がってきた背景として、どういう技術的な進展があったかということなんですけれども、まあ、こちら、微生物育種システムのファウンドリー化というふうに書いてますが、まあ、微生物を育種するのに必要な DNA の合成とか、遺伝子組み換えとか、培養とか評価、こういったものが、自動で液体ハンドリングロボットでできるようになってきた。いうのがあります。で、この下に書いてあるのは、アメリカのボストンにある、銀行バイオワークスというところで実際に撮ってきた写真になるわけですが、非常に多くの
自動化装置が並んでいます。で、ご存知のように次世代シーケンサー、質量分析等の解析装置も整備されており、バイオデータの情報解析システムといったインフラの整備、さらには集積が進んでいるということで、まあ、一箇所に微生物育種に必要なインフラが集結しているということで、まあ、これが効率的な微生物の育種を生み出して、バイオエコノミーを牽引する、大きな技術的な引き金になっているというふうに捉えられています。で、まあ、これはアメリカにあるベンチャーの様子なんですけれども、アカデミアも今同時に動き出しています。でこちらの2019年に、グローバルバイオファウンドリーアライアンスというのの公式ミーティングを、まあ、神戸のポートアイランドで開催しまして、まあ、私たちがまあホスト国のになりまして、世界中のこのようなそのバイオファウンドリーをどうやって形成していくのかというような科学者を集めて、今後の展開を協議しているという背景がございます。でまあ、こちらの世界地図がありますけれども、まあ、日本の右端の方になってしまうんですが、まあ、こちらにちゃんとアサインされて、国際的に取り組んでいこうというようなことが、ネイチャーコミュニケーションズの中にも記載されています。で後ほどより詳しく説明させていただきますが、まあ、コンセプトとしては、デザイン、ビルド、テスト、ランの DBTL、このサイクルを回していくということでございます。でこの DBTL の中に、まあ、デジタルテクノロジーといいますか、計算科学のエッセンスと、先端的な合成生物学、バイオテクノロジーのエッセンスが入っていて、それがうまく噛み合うことで、微生物の育種が画期的に進むんじゃないかというコンセプトを実証していこうという動きでございます。で、日本でのそのバイオエコノミーに対する取り組みとしては、平成28年度から、NEDO のスマートセルプロジェクトというのが始まっていまして、で、ここに書いているような非常に多くの民間企業、それから国の研究機関、それから大学が参画して、取り組んでおります。このプログラム、プロジェクトのタイトルは、高生産性微生物創生に資する情報解析システムの開発ということになっておりまして、まあ、そのバイオインフォマティクス計算科学が、まあ、いかに重要であるかということを意識しながら進めているということでございます。で、まあ、スマートセルプロジェクトっていう、冠を抱いているわけなんですけれども、そもそもスマートセルって何ですかっていうところなんですが、まあ、私たちが定義しているスマートセルっていうのは、計算機を使ってデザイン、高度にデザインされていて、なおかつそのデザインされた機能が合成生物学的な手法で具現化されている細胞、これをスマートセルというふうに称しています。背景としては繰り返しになるんですが、ゲノム情報が蓄積されたりとか、バイオインフォマティクスの技術が高度化されたりとか、実際にそのゲノムを操作するゲノム合成技術、編集技術に画期的な進展が見られたりとか、いうことで、このスマートセルがこれからできてくるんじゃないかというような、まあ、それを実際に作って、で、有効性を示していこうということに取り組んでおります。で、こちら、下に書いておりますけれども、先端的な、まあ、独自の要素技術を開発しまして、またそれをさらに DBTL という形で融合して、今まで利用し得なかった潜在的な生物機能を引き出してやろうと。で、その結果、新規産業形態の創出につながることを示していこうということで、で、経済産業省の方では、このスマートセルを使って生み出された新規の産業形態を、スマートセルインダストリーというふうに称して、これを積極的に推し進めていこうということでサポートしてくれているということでございます。で、後ほどまた述べさせていただきますが、その実際にデータを取っていくところ非常に重要でして、そこをいかに大量な、しかも多様性に富んだデータを取って、その先の情報解析に回していくかというところが肝になってくるわけでございまして、まあ、現在そのロボティクスによる自動化とか、まあ、その取ったデータをいかに効率的に収集するか、というところにも、フォーカスが当たっているということでございます。で、こういったスマートセルインダストリーの、まあ、いくつかの出口の中に、この工業ものづくり分野、製造プロセスの抜本改革があるだろうということで、私たちこの部分に、取り組んでいるという背景でございます。で、そもそも、その微生物ってどうやって構築するんですかっていうことについて、お話しさせていただきたいと思います。発酵業界の方にとっては、釈迦に説法的な話になるかと思うんですが、まあ、今後の戦略っていうものを、明確に、
示す上で、まあ、ちょっと基本的なところからお話しさせていただきたいと思いますが、まあ、何かを作りたい場合、その標的生産物質を決めたら、その生産に適した微生物を選び、その微生物の中にどういう代謝経路を設計したらいいかっていうのを考えます。まあ、これ、人間の頭で考えるわけですが、で、これ考えたら、今度はその代謝経路を構成する酵素、遺伝子をどうしたらいいのかっていうことを考えて、その配列を実際に、組み立てて、プラスミドという形で、宿主、微生物の中に入れて、で、一旦微生物が出来上がると。出来上がったら今度、培養条件を検討して生産性を評価すると。これで目論見通りにうまくいけばいいんですが、まあなかなか生き物すべて分かってるわけではないので、思ったようには動いてくれません。で、結果、生産性を改善するため、前のステップに戻って、まあ、こっからやり直したり、経路の設計からやり直したり、遺伝子の配列設計からやり直したり、というような形で、ここを何回もループしながら、最終的にこの生産性の、向上につながっていくというようなのが、今までの微生物構築のワークフローでした。で、これをもっと効率的に進めようというのが、スマートセルプロジェクトで目指している、計算科学とバイオテクノロジーの合体技でございます。まあ、例えば、どういう微生物がいいんだろうかとか、どういう経路がいいんだろうか、そういったことをできるだけコンピューターにサジェストしてもらって、で、試行錯誤の回数を減らしていこうという戦略が一つあります。で、もう一つは、データも大量に取って、自分たちのオリジナルのデータセットを蓄えることによって、よりここでの、計算の、いい結果を導き出すことにこうつなげていこうという、まあ、この第二の矢があるわけでございます。で、この、情報解析のシステムと、まあ、こういった高速にデータを取っていく、ラボオートメーション、オミクス解析の超高速版の、システムがあることによって、スマートセルの創出プラットフォームができて、スマートセルの高速育種化につながっていくということを目指していこうということでございます。まあ、社会的なアウトカムとしては、従来、細胞育種するのに非常に長い期間がかかっていました。まあ、例えば5年、10年かかっていました。で、そのプロセスは、微生物を構築して、実際に組み立てる分子育種のところと、まあ、その後さらに培養条件を検討したり、まあ、菌株を改良したりする、まあ、この2つのステージが組み合わさっているんですが、まあ、非常に長い期間かかっていた。で、これをもっと効率的に短くして、従来の10分の1ぐらいで物質生産可能な微生物を開発していこうというようなことを目指しているということでございます。で、まあ、こういった背景で実際に取り組んでいる、研究開発の内容についてお話しさせていただきたいと思います。まあ、ここには私たちが取り組んでいる、要素技術開発のうちのいくつか代表的なものをお示しさせていただきました。で、上の段にあるものはドライの技術。下の方にあるのはウェットの技術。まあ、比較的ウェットの技術ということになるかと思いますけれども、代謝経路を、代謝モデルを設計する技術とか、これ後ほどまた詳しく説明いたしますが、未知反応、非天然化合物を含む人工代謝経路の設計技術とか、それから構造情報に基づくタンパク質の配列設計技術。まあ、こういったもので、まあ、実際デザインをしつつ、微生物の中に、調査 DNA という、形で DNA を入れてゲノムを操作したり、そのデータを、まあ、メタボローム解析等のオミクス解析で、評価していくというようなことに取り組んでいるわけでございます。ここに書いた調査 DNA 合成っていうのは、まあ、一度の遺伝子操作で複数の非常に多くの数の遺伝子の発現を制御できることから、短期間で微生物を開発する上では非常に重要なコアテクノロジーだというふうに思っています。まあ、実際に50キロベース超の DNA を導入することができるので、一度に30とか40とかの遺伝子の発現を制御することが可能になります。まあ、こういった調査 DNA 合成技術っていうのを確認しながら、遺伝子組み換えも自動でやっていくということで、まあ、私たちが取り組んでいるこのハイスループットの形質転換技術について、ご紹介させていただきたいと思います。やはり微生物を設計していく上では、多様性に富んだ、ある一定規模の、データが必要だということで、まあ、一度に、大量の微生物を、構築できるシステムがあると、まあ、今後のデータ解析に生きてくるだろうというふうに考えておりまして、
例えば、過剰発現ライブラリ。遺伝子を、特定の遺伝子を過剰発現させるライブラリですと、5000種類ぐらいのプラスミドを、一度の、実験で大腸菌酵母に導入することが可能になってきたりしております。また先ほど調査 DNA を使って複数の遺伝子の発現を制御するというお話をしましたけれども、いくつか複数の代謝経路を試してみようとか、代謝経路を構成する酵素の種類とか、アイソザイムを変えて組み合わせを試してみようというようなことになった場合に、非常に膨大な組み合わせが発生します。でこれ従来一個一個、組み替え体を作っていると、いたわけですが、それだとものすごい時間がかかるので、これを、ロボティクスで半自動化できると、その下流のプロセス、計算のところで非常に役に立つんだろうということで、私たちはロボティクスのシステムの開発に取り組んでいるということでございます。で、実際に動いている時の動画がこちらになるんですけれども、こういった液体分注装置を遺伝子組み換え用に、アレンジしまして、で、例えばですね、この寒天の厚みを測っておいて、でそこに絶妙な距離でアプローチして、液をスポットして血栓化していくというような、そういう独自のプロトコルを開発しまして、1日に1000種類以上の作出を、組み替え体の作出を可能にしてきております。で、こういったことができると、どういうことができるかということなんですけれども、遺伝子発現株ライブラリ、5000株を一度の実験で作ることができます。で、実際にこちらデータを示しておりますけれども、横軸にさまざまな株がありますということで、で縦軸に取っているのが、ベータカロテンの、生産性になります。で、こちらグラフ見ていただくと分かる通り、生産性が、株によって結構違うっていうのが、分かると思います。で、この、違いが、どの遺伝子に、由来しているのかというようなことを後で解析していくと、このベータカロテンという物質の生産性に関わった遺伝子を導き出せるということにつながっていくわけでございます。だからこちら右側に書いている、コンビナトリアル調査 DNA ライブラリーの高速分析というケーススタディに関しては、1本の調査 DNA なんですけれども、ここに搭載する酵素を様々な組み合わせで あらかじめ設計しておいて、で、どの組み合わせが一番この揮発性テルペンの生産量の向上につながるのかというようなことを実験で確かめることが可能になってくるわけでございます。で、その間、統計解析等をして、最適な組み合わせを絞り込んでいくわけですけれども、実際にこういったロボティクスの遺伝子組み換え系があると、こういったことがすんなりできるということでございます。で、次に、このハイスループットメタボロム解析技術についてお話しさせていただきたいと思います。私たちオミクス解析の中では、メタボローム解析のところに比較的、大きな力を注いでいるんですけれども、メタボロームに関しましては、この、研究会の中では、あえてこう説明するまでもないことかと思いますけれども、生産性に寄与する代謝物質が特定できたり、その代謝物質に基づいて有料株を選抜できたり、培養条件の最適化ができたり、というメリットもあります。また、時間変化を追っていくと、ボトルネックとなるような代謝反応を特定できることもあります。ただ現状として、これを実際にその DBTL といったサイクルの中で回していくということを考えると、ちょっと時間がかかりますよね。それから、定量できる代謝物もできるだけ多い方がいいだろう。あとはもう分析の話になってしまうんですが、分析の分離検出の向上に、イオンペア剤を用いてしまうと、感度と精度が低下してしまうというような問題があったりして、スループット性とか、モーラー性とか、精度を、もっともっと上げていかないといけないという、課題があるかなというふうに認識しております。で、このメタボローム解析の流れなんですが、こちらも、あえて説明するまでもないかもしれませんが、前処理、分離検出、データ解析という大きく3つのセクションに分かれていて、それぞれこういった課題があります。で、特に私たちは、この前処理のところに非常に大きな課題があるんではないかなというふうに考えていまして、人手でやりますので、再現性が低かったりとか、操作自体がそもそも煩雑なので、スループットが低いと
という問題があります。まあ、こちらに主義によるプロトコールをざっくり書いてますけれども、クエンチングして、新聞にして、などなどして、まあ、最終的に得るまでにかなり多くのステップがあるというところをロボットで自動化したというお話を紹介させていただきたいと思います。こちら実際に私たちが、島津製作所と、共同研究の中で、ゼロから作り上げた、ロボットになります。次のスライドで動画でお示ししようと思うんですけれども、このロボット大きく分けると、サンプリングユニットと抽出ユニットという2つのユニットに分かれています。でこのサンプリングユニットの方は、細胞培養から、この培養液を採取して、代謝反応を止めるまで。で止めたら今度抽出ユニットに自動搬送して細胞を回収し、細胞から代謝物を抽出して、抽出液を得ると。いうユニットになっています。で、このサンプリングユニットの方には、12本のバイオリアクターをセットして、温度とか、溶存酸素とか、pH とかを制御できるようにしております。また、サンプリングの間隔も非常に短く設定することが可能にしております。で、抽出ユニットの方は、まあ、液体ハンドリングの、まあ、システムを応用しながら、これもまた独自で組み上げたんですけれども、まあ、様々な要素技術を搭載して、メタボローム解析に特化した代謝物抽出ロボットというのを作っています。で、こちら、その全体像になるんですけれども、まあ、こちら、左側にある、まあ、細胞培養システムの方から説明しますと、まあ、このような100ミリリットル以上の液が入る培養液を12本並べて培養しております。で代謝反応の停止は、有機溶媒とミックスして、クエンチングすることにしておりまして、この今、アームが動いてきましたけれども、ここで培養液とクエンチ液を混ぜて、ここでまずクエンチングします。はい、このようにこの真ん中のチューブの中でクエンチングがされます。で、このサンプリング間隔を15秒以内にできるということでございまして、クエンチングした後、一旦マイナス40度に保管しておくんですが、保管したサンプルを、このロボットアームが遠心分離器へと搬送していきます。はい。このように搬送しまして、この遠心分離器の適切なポジションに、このチューブを置きます。ここでパカッと開いて、下ろしていくという。します。で、必要な、チューブすべて、遠心分離器に入れ終わったら、冷却遠心をして、でここで、小液分離をするということになります。つまり、細胞を除いて、培養液を除いて、細胞を回収するという流れに入っていくわけでございます。で、ここで、培養液を、正確に除くことが重要ですので、私たちは画像解析の、システムをここに導入していて、情勢のみきっちり覗けることを確認して、次のステップに進んでいくということになります。で、培地成分を除いたら、今度抽出用の溶媒を正確に吸って、先ほどの、細胞の上に振りかけます。で、抽出溶媒を添加した後、この次が実は非常に重要な動きだということが私たち分かったんですが、ボルテックスをして細胞を均一に検濁するという作業をします。で正回転、逆回転という、まあ、こういうシステムをやった後、光学センサーを使って、ちゃんと均一になってるかどうかっていうのを確かめます。でここでなってなかったらまた戻るわけなんですが、ここでちゃんと均一になったものだけを次のステップに進めるということで、まあ、加熱浸透という、まあ、これ人間技ではなかなかできない動きになるわけですが、まあ、こういうことをして細胞を破砕して、抽出液を、まあ、再度遠心分離をかけた後、抽出液を回収してチューブに移していくと。ということになります。まあ、チューブが変わっていきますので、まあ、情報をちゃんと紐付けて、で、バーコード管理をするというような形になっています。で、ここで得られた抽出液を、質量分析装置にかけて、実際のメタボロームのデータを取っていくという流れになるわけでございます。で、実際どれぐらいスループットが上がったんですかっていうことを、ご説明させていただきたいと思いますが、人手の場合、どんなに熟練者でも大体3時間ぐらいかかってしまいます。で勤務時間を考えると1日2サイクルが限界で、結局、同時処理可能なサンプル数が8サンプルなもんですから、1日16だった。でこれが、まあ、ロボットを使うと、
144から288ぐらいまでさばけるということで、20倍近い処理速度を達成したということで、まあ、データ解析する上では非常に有力なデータが取れるんじゃないかというふうに考えたわけでございます。で、スループットだけじゃなくて、精度も上がりましたよっていうところを強調させていただきたいんですけれども、まあ、その精度がいかに上がったかっていうことを説明するために、人間とこのロボットでどれぐらい精度が違うんですかっていうことをお話ししたいと思います。で、ここに示した図は、横軸が CV 値で、縦軸が代謝物の数になります。まあ、実際、60から70ぐらいの代謝物を定量したわけなんですが、まず、この初心者の場合、この右側の方にバーが出てるっていうことからわかるように非常にばらつきが大きいです。で、熟練者はやっぱりさすがでかなりばらつきを小さく抑えることができます。ただこの熟練者、相当な熟練者で10年以上この作業に従事しています。で、じゃあ今度ロボットだとどうなるんですかっていうと、ロボットだと熟練者でもばらついていたものがばらつかなくなるということを私たち確認しました。で、この評価っていうのは最終的に LC++ で分析してますので、このばらつきの中には、抽出ユニットから発生するばらつきと、まあ、ESI で分析する、マスによるばらつきと両方が入っているわけでして、こちら、一つのサンプルを繰り返し分析した時のヒストグラムを書いてみると、ほぼほぼこのブルーとグリーンのところが一緒なので、まあ、こちらのばらつきは、もうマスの方に来てから来てるということが分かったわけでして、まあ、このロボットっていうのは非常にこの前処理のところ、高い精度で、行うことができたという結果でございます。で、その後、まあ、前処理が終わると普通分離検出して、データ処理という流れに行くわけですが、この分離検出のところに関しても、まあ、イオンペア剤を排除したシステムというのを作ったり、まあ、ピークピッキングのシステムを導入するなどして、今、非常にハイスループットで解析できるようになってきていまして、まあ、細胞の代謝経路の中の割とマイナーなメップ経路とか、メバロン酸経路とか、キミ酸経路も解析できるようになってきております。まあ、いくつか要素技術を説明してきましたけれども、こういった要素技術を組み合わせていくと、DBTL のシステムが効率的に回っていくということで、まず計算科学的な手法で代謝経路とか酵素の選定を含めた方針を設計し、で、それを実際に具現化するビルドのシステム。で、ここで、まあ、その先を見越して、できるだけ多様な微生物を作っておいて、ハイスループットに評価をすることで、まあ、データが創出され、で、最後、ランのところで、物質生産に寄与する重要な因子が何なのかという代謝のルールを抽出するということで、抽出したルールをベースにまたこの次のより良いデザインにつなげていくことができると、こういったプラットフォームの開発に取り組んでいます。で、最後に、このプラットフォームを使って実際に、物質生産がうまくいったという例を紹介させていただきたいと思います。ここでのケーススタディでは、このベンジルイソキノリンアルカロイド、BIA というものを取り上げました。で、BIA の中には、まあ、オピオイド系の、鎮痛剤になるようなものがあったりするわけなんですが、まあ、ここではこのレチクリンという有用物質を、使った、これを作った時のお話をさせていただきたいと思います。で、DBTL の回し方としては、経路の設計、酵素の設計、そして大腸菌組み換え体を作り、オミクス解析等の解析をして、メカニズムをディスカバリーしていくというような流れでございます。で、まず経路を設計するにあたって、まあ冒頭私申し上げましたように、インフォマティクスの専門家と連携しておりますので、まあ、その連携によって生み出された結果をご説明したいと思うんですが、まあ、ここでは、今健康栄養研におられる荒木先生と連携をしております。で、荒木先生のところでは MPAS というシステムを開発しておりまして、これは、基地化合物だけではなくて、未知の化合物を組み込んだ代謝経路の設計技術になります。通常、今までの代謝経路設計技術ですと、A という物質から C を作るのに、エンザイム0、エンザイム1という基地の酵素を使って、B という中間体を経由して作っていくルートが出てきたわけなんですが、まあ、この酵素に関しても、まだその機能未知の酵素を通っていくルートがあるじゃないかとか、あるいは機能未知の酵素を組み合わせて、まだ新規のよく知られていない未知の化合物を中間体として経由していくルートもあるじゃないかという。まあこういった設計ができるシステムを構築したということでございます。で、これがその MPAS というわけなんですけれども、この MPAS を使って
先ほどの、レチクリンの、高精査につなげたという例をお話しさせていただきたいと思います。レチクリンの整合性はチロシンから出発していまして、チロシンからドーパになって、でドーパミン、DHPA というふうにできてくるわけなんですが、このドーパミンと DHPAA が宿合して THP ができて、でここにメチル基が3個くっついてレチクリンができるという流れになっています。でこの流れの中で、この MAO、モノアミンオキシデースがボトルネックになるっていうのは、よく知られていたことで、まあ、ここを解決しないと、結局その生産性が上がらないという課題がありました。で、MPAS を使ったところ、このドーパを DHPAA に一発で変換できる酵素があるというようなことが見えてきました。これ DHPAA シンテースということで、DHPAAS というふうに名付けているんですけれども、この酵素が出てきました。で、この酵素の配列とかを調べていくと、どうやらこのドーパを脱炭酸してドーパミンにする活性もあると、あるんじゃないかというようなことが示唆されました。で、このアルデヒドを作る反応と脱炭酸する反応の、酵素の構造をよく見てみると、この活性中心の近傍にある、重要な3つのアミノ酸で支配されているんじゃないかというようなことが見えてきました。ということは、このアミノ酸の組み合わせを試していくと、ドーパミンと DHPAA の組み合わせを最適化できるんじゃないかということで実験を進めていったわけでございます。で、ワイルドタイプのこの酵素の場合は、ドーパミンよりも DHPAA を優先的に作るんですが、フェニルアラニンの79番目のフェニルアラニンとか、このチロシンとか、この192番目のアスパラギンとかをいじると、この比率が変わります。この矢印の太さはどっちに行きやすいかっていうのを示しているんですが、まあ、インビトロでやった結果、この3箇所すべてに変異を入れると、よりこの縮合体である THP ができやすいということが分かってきました。で、ビトロでうまくいくことが分かったので、今度ビボでやってみようということで、大腸菌にこの経路を実装してやってみました。まあ、その結果こちらなんですけれども、この縮合体である THP のこの生産量は、ちょっと面白いのが、ビトロとは違っていて、この2つのアミノ酸の変異体が一番 THP の生産量を多くするということが分かってきました。で、さらに、この微生物にメチル基を導入するパスウェイを入れて、まあ、レチクリンまで一応できることを確認しました。ただ、この縦軸を見ていただくと分かる通り、レチクリンの量は THP、中間体の THP に比べて非常に少ないということが分かったので、THP をメチル化するところにまた新たなボトルネックがあるんだなっていうことが見えてきたということでございます。で、その時のメタボローム解析を行ったところ、ちょっと時間の関係であまり細かいことまで申し上げられないんですが、S アデノシルホモシステインという物質の過剰蓄積がこのメチル化のところをフィードバック阻害して、で、結果言ってないんではないかというような仮説が立てられたわけでございます。で、この結果を反映して、培養条件の検討を行いました。で、培養条件の検討を行ったところ、この THP の生産までは M9 というプアな培地、つまりあまり S アデノシルメチオニンが入ってない培地だと、多くできるということが分かりました。で、逆にこのメチル化反応のところは S アデノシルメチオニンが大量に入っていた方が、S アデノシルホモシステインに対する、比率が上がりますので、よく進むということで、培地としてはリッチな培地がいいということで、まず、この、THP までの生産をプアな培地でやって、で、途中でリッチな培地に切り替えて、レチクリンまで導くという手法を編み出したところ、従来よりも7倍以上生産量を上げることができたということで、まあ、経路の設計に基づいて、まあ、メタボローム解析も活用しながら、生産量の向上につなげたという話でございます。で、ちょっと時間の関係で、メタボローム解析の応用に関してのスライドはスキップさせていただきたいと思いますけれども、まあ、このように、デザイン、ビルド、テスト、ランの要素技術を、うまく組み合わせると非常に有効だということを、示せたということを、まあ、今日の、お話の一番の、メインにさせていただきたいと思いますけれども、今そうしたインフラを、まあ、ポートアイランドに私たちキャンパスがあるんですが、この中に、結集させています。調査 DNA を作るための、試作機であるとか、半自動形質転換システム、それからメタボローム前処理システムとか、それからここに質量分析装置がありますが、まあ、実際の写真この右上の方にありますが、まあ、こういったプラットフォームを整備した部屋を作っております。
で、まあ、もし機会があれば一度、お越しいただければご案内させていただきたいと思うんですけれども、まあ、私たち、先端バイオ工学研究センターの中で、まあ、その、学際研究、その分離融合の研究というのをかなり今、しておりますので、まあ、今後、まあ、私たちの、プラットフォームとかも活かしながら今後の研究を進めていけたらいいなというふうに思っておりまして、まあ、ご興味持っていただける民間企業の方とかおられましたら、ぜひ、コンタクトしていただけたらありがたいなというふうに思っております。ちょっと時間の方長くなりまして、失礼いたしました。まあ、様々なファンド、それから様々な、協力者の、協力を得て、今日の発表に至っているということで、御礼申し上げたいと思います。以上でございます。ご清聴ありがとうございます。